同じく2年 A 組姫木アゲハです。お、同じく2年 A 組ハバネ小鳥です。アオイアゲハ、私は5年 C 組、いや、D 組だったかな、の、望月あまねだ。昨日はありがとう。君たちのおかげで、まだここにいられる。ようこそ。じゃあよろしく。この棚に漫画もあるぞ。そうなのか。変わってるな、君たち。そんなことはないぞ。ただ、その、今まで一人でやってたから、勝手がわからないんだ。集団生活が苦手なタイプね。はーい、質問いいですか？どうぞ。ここって具体的にはどんな活動をするクラブなんですか？グライダーを製作し飛ばす。作るのと飛ばすのどっちが主体なんですか？グライダー作ったら普通は飛ばすんじゃないの？主体なんですか？違うわ。だってあの雲の上まで飛ぶのが目的なんだもの。そうよね。
グライダーはどこまでできてるんですか？前日ようやく組み上がってテストフライトしたんだが。主翼が折れてしまった。強度が不足していたらしい。今設計から見直しているとこなんだが。強度計算をやり直しているが、今のところミスが見当たらない。理由が分からなくて困っているんだ。わかるんだ。だってほらここ厚みがバラバラだし、ところどころ歪んでる。後方が雑だから接合部が負荷に耐えきれず割れちゃったんですよ。そうだったのか。私は手先が不器用だからな。手を私がやったわけじゃないが、機体そのものは手作りだ。これ手作りなんだ。そうか、雑か。そうか、雑か。葵くんが手に入れてくれた部品のおかげでケーキの不調は直すことができた。主翼さえ修理できればまたテストができるんだがな。うん、もちろんだ。こりゃ翼は一から作り直した方がいいんじゃないかな。でないと多分他のところも折れますよ。これ FRP ですよね。それなら私やったことあるし、なんとかなるんじゃないかな。すぐ取り掛かりましょうよ。その方が早く飛べるんでしょ。そうしたいのは山々だが、残念ながら素材がない。補修用にいくらかはあるが。この大きさのものを新たに作り直すとなると、かなりの量を必要になりますよね。普段はどうやって調達してるんですか？通販だ。主翼を作り直すならだいたいこのくらいは必要だな。うげえ、いや、とてもじゃないけど部費じゃ賄えないでしょう。金額なら全然平気だ。
届くのはしばらく先か。制作作業はそれからだね。それまで私らは何をしていればいいの？漫画でも読んでいてくれ。久しぶりのカロリー摂取だ。46時間ぶりだな。その時は学食のカツ丼を食べた。大盛りだ。ありがとう。豪快な食べっぷりだね。それパイロット。